むしろ自分に感謝して。体を張るってこういう、なんで自分がこんなことを。っていうかあんた見るのやめなさいよ。体がいつまでも動かない。やっぱり能力の代償なんだから。やらしい。汚い。だったらなんで。でも京香さんの能力は代償が。分かってるって言ってるでしょ。ベストな技にたどり着きましょう。これ今回の褒美か。出させないとね。お前それだから能力の代償でしょ。いやらしい。後々も役立ててやる。その息よ。やっほー、早めに着いたから休みに来たよ。あまり外に出ないタイプだから珍しいわね。